今日はヨガ定休日、あのチームであのタイミングであの瞬間じゃないとこの人選このチーム決め神バランス。今回の CR カップでストリーマーのまだやってない人たち、今なら声を大にして言える。おい、プロがこぞってダルシム弱いってのはダルシム使いが政治で言ってるだけって言ってたぞ。いいえ、弱いです、やめてください。今日のダルシム見ても言えます。俺はそれでも言っていく、ダルシムが弱いと言わないといけないんだ。このタイトル CR 感染症当たり前だろ、全部見たぞ。あんなもん見ないやついんのか今日。ねえ、やばかったね。え、フードさん、ダルシム使いに、光を道を与えてくれてありがとうございます。ヨガなんで剣なんて使ってんだ。いや今日はしょうがなくない、あれ見たら。正直、いや正直あれ見たらちょっと使いたくなるでしょ。今日はいいっしょ、今日は許して、今日はヨガ定休日。いやダルシム好きだよ、第5側。俺はダルシムで絶対マスター行く、俺はダルシムの道をちゃんと歩む。でも今日は剣をやらせてくれ。いやでも正直フードさんがあそこで使ってくれて俺はなんかね嬉しかった。俺マジずっともう弱いと思ってたからさ。フードさんも本来 DJ 使えたけどな。ちなみに俺もダルシムマジで勝てないわって思ったら DJ とマリーザに浮気するよ。よくハリケンさんが言ってた格ゲーの大会は面白いってのを実感しただろ。正直みんな諦めたべ、2対0、フードさんと梅原さんの時。でも大会は大会の流れがあるんだよ。やっぱりあれがランクマッチだったら多分勝敗はみんなが思ってた通りになってたと思う。でも大会でしかも2対0であのチームであのタイミングであの瞬間じゃないとあれは起きなかったんだよ。絶対にあれがいいとこなんだよ大会の。正直俺ソファーでこうやって寝ながらやってたんだけど、バーンと決まってドライブインパクト決まった瞬間立ち上がって見てた。こうやって梅原さんっていう人はマジで俺本当に神様なんだと思う。俺なんか漫画見てる気分だもん本当に。すげえよ、俺だってあの時ずっとあーダルシムが強いキャラって言われちゃうあーとしか思ってなかったのに。でもこれでダルシムが弱いってまだ言える。試合の間のセコンドタイムめっちゃ良かったな。いやもうあの時の全部のチームの頑張れっていう、もう俺もね泣き、俺も泣いてたよ。まあ、ちょっと待って、もうマジ泣けるわ普通に。いいよなあの感じ。しかもなんかそのプロ勢がさ、プロリーグとかじゃない緊張の仕方してって、俺だってあんな梅原さんが勝たせたいみたいなの初めて見たもん。なんか梅原さんって結構そういうのなんかあんまり興味ないっていうかっていうのを思ってたけど、なんか勝ちたい勝たせたいみんなで勝ちたいってのを言った後のあの大逆転はさすがに痺れるぜ。そうね、チーム戦も面白かったし、てかもう何よりこのチーム決め運営が多分めちゃめちゃ、もうおじじも言っとったわ、アリケンマジでチーム決め大変だぞって言ってた。いやですよねってみたいな会話したんだけど、神この人選このチーム決め神バランス、マジでまずそこを俺は拍手したい。すげえ、格ゲーのバランスなんて絶対むずい。いや超むずいと思うよバランス。だってガチ初心者もいればさ、えぐいスピードでさ成長してる人もいるわけじゃん。いやでも何もかも良かった、もう全部 GG だったの本当にすごかったわ。あとね、もうあと1個あるわ、コーチ陣が感想言う時に泣きそうになってるの聞いたら俺ダメだ、もう歳だわ。人が泣いてるの見るとマジ泣いちゃうわ、あれ泣いちゃうわマジで。本当にあれはねすごいいいよ、あれは泣いちゃうもん今も思い出したら。なんかよかったねって言いながら泣いてた俺。いやこっからね、格ゲーもっと流行れ、いい大会だったね、みんな全力だった、みんなゲーマーだったマジで。次回、いや俺も出たいよ、でもみんなごめん、俺このゲーム多分クソやり込むわ、また微妙な立ち位置になるよ。じゃあ出られません。大丈夫、笹さん、だるま、たいじさん、あの人たちがいれば俺も出れるはずだ。でも出る前にまずいろんな人にこの面白さを伝えないといけない。だから俺はいろんなキャラやる、浅くてもちょっとは教えるぐらいになって初心者に説明できるぐらいの知識はつけておきたい全キャラ。やっぱプロゲーマーもやってるけど、やっぱ初心者の人でそのいきなりプロゲーマーに聞くのは申し訳ないって人が思ってるかもしれないから、ここで召喚しやすいアリケンの出番、そう安売りのアリケンで行くわ。マジで今回の CR カップ見てめっちゃみんなリアタイできてよかったね。マジでこれからのストリートファイターの大会こういうのがあるから全部リアタイで見ろ。やっぱねリアタイじゃないとね得られないこともねあります。
あの、まあ、このゲーム高いんで7000円8000円するんでちょっと買いづらいって人もいると思いますけど、動画あの別動画見るだけでも1個のあのもうストーリーというかもう面白いんで、格闘ゲーム苦手だなって思ってる人も追うだけでもねおもろいからね、みんな見てほしい。格闘ゲームやらないけど9時間釘付けだった、そうだよね、格闘ゲームやらない人でそうだよ、多分全員泣いてる、格闘ゲームやってる人。俺さ今までさストリートファイターをさ布教しようとさ頑張ってきたの。ストリートファイター5に関してはデラックスエディション20本くらい買ってるからね俺、やってみてって言って。でもみんなに豪気の中パンコンボを教えるんだけどみんなやらないの、コンボが出ねえっつって、みんなコンボ練習で挫折してやんなくなっちゃうの。もう対戦になんて行く素振りさえも見せないんだけどさ、6からなってさ初心者がみんなさ楽しそうにモダンでやっててさ嬉しいよな。正直5でこういう大会しても多分ここまでね盛り上がんなかったと思う。5なんて戦えるようになるまでめっちゃ時間かかるしな、ハードルが高いんだよね。でもモダンだとさ技の出し方さえ覚えればさあとはその技をどう振るかだからさ、格闘ゲームができんだよねやっぱ。いや長かったなーよ4、5年。5はストリーマーの間でもさみんな鉄拳やってんの。なんかエイペックスプレイヤーに鉄拳やる人がいっぱいいて、俺はあこれがストリートファイター5だったらなってずっと思ってたのね。あーこれがストリートファイター5だったら俺も胸張ってストリートファイター5やってますって言えんのになって思ったけど、なんかストリーマーが出るような大会ってマジなくて基本プロゲーマーの大会ばっかりみたいな感じだったんだけど、そう鉄拳めっちゃむずいのに、でもマジで鉄拳やってる人の方が多かったね。ストリートファイターやってる人全然いなかった。嬉しい。だから俺はダルマはマスターに行ったし、その他のみんなもえぐいぐらい才能を発揮して、だから俺最初関さんが5やってる時にやりましょうよって言ってくれたの俺知るほど嬉しかったもん。やりましょうよってなって、いやマジで嬉しい。いやでも俺はでかい声で言う、基礎を教えたのは俺だぞって。いやでも格ゲーの人たちにも感謝。あんなさみんな総出でさ格闘ゲーム界隈がさ教えたりさ対策をしたりさ長時間やってくれるのもありがたいよ。なんか俺だっていつもの CR カップ出てる人たちがなんかいつも以上に楽しんでるのがさ肌で感じちゃったもん。どんな CR コップよりなんかみんな勝ちたいっていう意思もなんか大きく見えたし、本当に悔しがってたし、もうちょっとね泣いてたよ俺は。正直関さんが笹さんに2本取った瞬間泣いてた。まあ、最終的には負けちゃったけど、もう俺はあーすげえって思った。本当に本気で悔しがって本気で練習して、いやーあれは今回の CR カップでストリーマーのまだやってない人たちが多分興味持ってるから、もう俺はその人たちがやりたいってなったらもう教えたい、教えさせてくれ頼む。今なら声を大にして言える、おもろいぞこのゲームあって。